こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、今回はですね、女城主直虎第36回ですね、井伊家最後の日に登場しました家康公の生母於大の方について少し話をしてみようかなと思います。で、まあ於大の方というとですね、2000年の大河ドラマ葵徳川三代に、1600年ぐらいですね、もう本当に亡くなる直前ぐらいの、状態で登場されたのが自分としては記憶には残ってはいるんですが、まあその於大の方のそのどうだったか、生まれてから死ぬまでがどうだったかというお話ではなくてですね、実はこの於大の方とその母ケオイというんですが、そのケオイン於大の方のこの2人の女性ですねと松平家との関係がすごい複雑なので、今回少しその部分に踏み込んでみたいなと思います。で、どう複雑かと言いますと、まずですね、於大の方のお母さんですね、ケオインというふうに言うんですが、そのケオインは刈谷城主水野忠政に嫁いでいました。で、その時に生まれた娘が於大の方になります。ただですね、その当時の三河というのが松平宗家、である松平清康公ですね、家康公の おじいさんにあたる方にはなるんですが、その松平清康公が三河統一の過程で刈谷の、水野忠政を破ります。で、その時のですね、講和条件にこんな条件が入るんです。はい、すごいですよね。奥さんよこせという。そうなんです。つまり慶応院 を松平が、水野忠政と離縁をして松平清康に嫁がせるというのが、一つの和睦条件の一つに入るわけなんですね。そして慶応院は松平清康公に、もう一度再び嫁ぎまして、まあそこで薄井姫と源次郎信康と言われる息子の2人をまた産むことになるわけです。ちょっと待ってくださいと。いや、今2人子供産んだと言ったんですが、言ったじゃないですかと。ただそこに家康公のお父さんである松平広忠公が出てないじゃないですかという話になると思うんですが、実はですね、松平清康公先妻がいまして、松平広忠公というのはその先妻と清康公との間にできた息子なんです。で、5歳で入ってきた慶応院との間にはまた別の娘と息子が生まれるわけなんですね。さあ、こんがらがってませんか。で、続けますね。で、慶応院ですね、先の旦那さんである、水野忠政との間に生まれてた伝通院、まあ、いわゆる於大の方と清康公ですね、最初の奥さんとの間に生まれていた広忠公ですね、この2人が夫婦関係になって生まれる子供がいわゆる竹千代、つまり家康公になるわけです。図にするとめちゃくちゃな図になるんですけど、まあこういうことがですね、普通に行われてた戦国時代っていうのはこう見ててすごいなと思いました。だっておじいさんとお父さんの奥さんですね、つまりおばあさん、お母さんとおばあさんが、母娘の関係になるわけです。まあ実際は違う、なんでじゃあお母さんとお父さんは兄弟になっちゃうじゃないですかっていうふうになるんですけど、まあ実はそうじゃないと、旦那さんが違うんで、旦那さんも奥さんも違うんで、全然関係のないところではあるんですが、おばあさんとお母さんは実は母娘の関係になると。じゃあこの慶応院という方、最後どうなるかというとですね、家康公が駿府に人質に出された際に、幼い状態から約8年間、駿府で育成、養育を、家康公の養育、まあ育成ですね、をされて、亡くなったのが1560年、いわゆるまあ桶狭間の出陣、家康公が桶狭間に出陣をされた際に亡くなっているということですね。まあ、なかなか慶応院まで取り上げられてドラマに出てくるっていうことはないとは思うんですが、まあ、今回その於大の方が直虎に登場したということで、少しですね取り上げて話をさせていただきました。というところで、こう
今宵の戦国どうでしょうはこれまででございます。